皆様お待たせいたしました。谷垣貞一自民党総裁よりお訴えさせていただきます。皆さん、ただいまご紹介いただきました自民党の谷垣貞一です。もうこのところものすごい暑さですね。その中で私たちの訴えに汗をかきながら耳を傾けていただきまして、心から御礼を申し上げます。そして私はですね、実は正直申しますと、このところ内心焦っておりました。何を焦ってたのか。ご承知のように菅総理はようやく国会でも次の代表が決まったら自分は総理を辞める、このことを明言されました。ところがなかなかここまでたどり着くのに時間がかかったんです。私たちは6月2日に菅さんじゃとても復興も進まない、これからの日本の景気回復も再建もできない、こう思いましたから6月2日に不信任案を出しました。まあなんとかひょっとしたら通るかなというところまで行ったんですが、ちょっと何かこう菅さんの言葉のあやに騙された人たちもいたんですね。その結果ずる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 菅さんは居座られた。何が心配だったのか。今日本の外交関係も全然動いてないんです。例えば今中東へ行きますと、リビアでもエジプトでも今まで独裁政権が支配した、そんなんじゃ困るというんで反体制運動や何かがいろいろ起こっている。そういう中で、そういう国々の中でですね、誰を自分たちが頼りにしたらいいんだろう、あの国はちゃんとやってくれるのか、この国はちゃんとやってくれるのか、そういう中で目ざとく動いているのは例えば中国です、あるいは韓国です。しかしそういう国々の方が日本の姿は全然見えないね、あんまり私たち中東に関心がないんでしょうか、こういうことをおっしゃる、私直に聞きました大使方の何人から、どうも民主党政権になってから我々の国に関心がないようだ、こういうお訴えが来ました。こういう状態がいつまで続くようじゃ、これは外から日本はおかしくなっちゃう。一番日本の大事な同盟国であるアメリカとの関係、日米首脳会談は本来は6月に行われなきゃいけなかったんです。だけど延期になりました。それはアメリカが菅さんとの話では普天間の問題だって何だって実質に進むわけがない、そういう会談をやっても無駄である、こういう判断をしているわけですね。このままいったら日米関係もどうなるか、なんとか菅さんに一刻も早くやめてもらわなきゃならない、これが一つです。それから2番目、やっぱり震災の復旧復興、もう本当に待ったなしなんですよね。これは政府の試算でも二十数兆のお金がかかる、こういうことになっている。私たちもやっぱりそのぐらいのお金はかかると思います。じゃあ本格的に復興の予算を作るんなら、その財源をどうするか、このことをしっかり決断できなきゃいけません。しかしこれだけのお金を用意するというのは生半可でできるわけじゃないんです。やっぱりトップリーダーが、俺は断固としてこういうことで財源を作ってやり抜くぞという、そういうトップの決断がなきゃいけない。そしてそのトップの決断を受けて、このトップで戦おうと思っている政治家たちがいる、なるほどトップがそういう判断をしたか、我々もそれを支えていこう、こう思わなきゃこの財源なんてできないんです。今菅さんのもとでいくら菅さんが号令をかけても、民主党の国会議員たちがいろんな異論を唱えてまとまらない、そんなことでは復興の予算が組めるはずがないんです。それだけじゃありません。来年度の予算編成、今までもマニフェストで無茶なばらまきを約束して無駄を省けばいくらでもできると言ってたけれども、それができないことももうはっきりしてきた。
こういうことに全て整理をするのは菅さんの下ではできないな。このまま菅さんに続けさせたら復興もできない、国際関係もおかしくなる、そして日本の明日も開けない。私たちはそのことに、確かに我々は不信任案という武器は使ってしまった。あとは民主党の中でこれではダメだと思う人たちの努力に任せなきゃならないと思ってたけれども、それだけじゃダメだという焦りを持ってたんです。だからこの間菅さんが退任のための3つの条件を出しました。二次補正予算を通すこと、それから特例公債法を通すこと、再生エネルギーの法案を通すこと。これは菅さんが勝手に言った理屈です。だけれども、確かに菅さんの勝手に言った理屈ではあるけれども、何とかして菅さんに退陣をさせたい、私たちも必死で努力をいたしました。その結果、例えば公債特例法、私たちは今までこれ反対してたんです。なぜ反対してたのか。マニフェストで子ども手当だ、農家の個別所得保障だ、高等学校の無償化だ、高速道路の無料化だ、ほら耳障りのいいことをあれこれぶち上げて、その財源は無駄を省けば出てくると言ってたのに出てこない。だからしかし約束したことは約束したことだから、借金をしてやらせてくれ、その借金をする許可をするのがこの法案なんですね。だからそれは今の日本は税収が少ないです。借金をしなければやらないことも確かです。だけど少なくともその無駄遣い、ばらまきはやめてこい、それでなければ賛成できない、こう言ってきた。さてそれが退任の条件だと言われると我々もほとほと困ったんです。しかし岡田幹事長と石原幹事長、現場政調会長と石破政調会長、相当ギリギリの話をいたしました。その結果岡田さん、現場さんはちょっとね最後腰が引けちゃったんですけど、岡田さんは分かったと、やっと言って、実質上自分たちのマニフェストがいかに根拠の書いたものであったかということで白旗を掲げて、もう子ども手当は来年からはやりません、そして高速道路の無料化も来年は予算をつけることはやめます、高等学校の無償化、あるいは農家の個別所得保障ももう一回よく検討してやり直しをいたします、つまり実質上白旗を掲げました。それからもう一つ私たち大事だと思いましたのは、今ヨーロッパであのギリシャの大変財政の危機からユーロ全体がおかしくなっている、ガタガタになっている、それからアメリカもやっぱり財政の規律が失われて借金借金漬けの体質になって、それをどうするかという論争から、ひょっとしたらアメリカはもう支払いが不能になるのではないかとみんなが恐れた結果、ドルの格付けも下がってしまいました。そういう中で日本もそれほど今胸を張れる状況ではないんですけれども、相対的に安定しているのは円だということになって、円がどん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 高くなっていく、こういう不安定な状況の中で、それは民主党内閣が作った予算の出来は良くはないけれども、しかしまあ現状で武器となるのはあの予算しかないから、その予算の歳出するためには歳入がなきゃいけません、借金もある程度はしなきゃならない、それを我々もこの非常に世界の経済危機が起こった中で、それを認めて全体の経済情勢に安定をもたらすことも考えなきゃならない、こういうことで私どもはまあ渋々ではありますがこの法案を通すことにいたしました。そしてなんとか菅さんの退陣に、まあ、道がレールが敷けたと思っております。そしてこれから私どもが考えなければならないこと、実はですね、私がこうやって菅さん批判してますと、私自身も菅さん批判するのにですね、正直言ってもうんざりしてるんです。もう言いたくない、
だからあちこち行きましてね、言われることは自民党だったらどうするんだということをもう少し語れと、これはいろんな方に言われます。それでですね、私も震災の復旧復興、震災の復旧復興っていうのは本当のところですよ、瓦礫の処理を早くやらなきゃならないとか、あるいはそのなんて言うんでしょうか、東北地方で水産業がめちゃくちゃになっちゃった、その水産業をどうして立て直すかとかですよ、あるいはあの津波でやられたところの商店街の方々が借金をして、せっかく自分の店舗を作ったのに津波で全部やられてしまった、町を再興するためにはそういった方々がやる気を起こしてもう一回自分 の店を立て直そうと思わなければ再興はできないですよね。だけど借金をして建てた店が潰れてしまった、それは借財として残っている、もう一回借金をしてやるのか、それはとても元気が出ないな、こう思ってる方もたくさんいる、どうするか、こういう課題とそれに対してどう対応していかなきゃいけないかなんていうのは、本当のところ大きく細かなところでは違いがありますけども、本当のところ与党と野党でそんなに違うわけじゃないんです。ところが我々がいくら提案しても577項目にわたって提案を官邸に持っていっても、あるいは予算を協力して成立させても仕事が進まない、何なんだということになります。それはさっきここにおられる小坂参議院幹事長が言われたように、政治家の数は限られてるんです、公務員はたくさんいるんです。政治家が決めたことを公務員が頑張ってやろうというふうにならなければ実行ができないんです。また現場現場のいろんな状況も政治家だけで全部吸い上げようったって無理があります。それぞれの地方公共団体やそれぞれの中央省庁の窓口が吸い上げてきたことをうまく政策にしていかなきゃいけない、それが全然動いてない。だから実は自民党がもう一回政権を取り戻すことができたら何をするかって、あの政策の中身もあるんです。今日皆さんに私がお訴えしたいことは、政治は政策だけでは動かないということを申し上げたいと思うんです。どういうやり方、どういう手口、どういう手続きを持ってやっていくかということが大変大事なんです。私どもがもう一回政権を取り返すことができたら、日本中のお役人に君たち国民のことを考えて一歩前に出て仕事をしろ、まずそうやって士気を高めるところから始めなければならないのではないかと私は思っております。そして私たちも途中でやり方を変えました。いろいろやれやれと言ってもやらないから、さっき申し上げた瓦礫の処理であるとか、そうやって債務を二重に抱えておられる方の苦労とか、こういうのはどん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 自民党や野党で議員立法にして通しちゃおう。幸いなことに今参議院は、この小坂さんのおられる参議院は野党の方が数が多いですから、野党が団結してよし復旧復興のためにこういう法案を通さなければということができれば通すことができます。そうしてその中身がなるほどこれは被災地の方が待望しているものだということであれば、衆議院に持ってきて多数を占めている今の政権政党も反対ができない。だからそういう手法で外堀から我々の考えていることをやれるようにしようというふうに、まあ、作戦を変えたんですね。そういうことによって瓦礫の処理のやり方とか、さっきの二重債務の問題とか、だいぶ進んできたと私は思っております。そうして最後にやっぱり考えなければならないことは、私たちの国はやっぱり日本国民というのは大したもんだという、国民に対する尊敬と信頼ということを政治の基礎に置かなければならないと思います。日本もそれは欠点がたくさんあります。しかし今度の大震災で世界中の国が日本に感心したことがあります。これだけの辛い目に遭いながら日本人は冷静にことに対処してしようとしている、本当にけなげな国民だ、このことは世界から褒めていただきました。褒めていただいたからって喜んでばかりはいられませんけれども、私もそれはそうだと思います。
被災地にはどこでもそれぞれの地域で、例えば自分たちの地域を再生するためには避難をするったってバラバラに避難するのはやめよう、できればこの集落はみんなでまとまって避難をしようというようなことを提案する人が必ずいます。そういう人が提案すると、じゃあまとまって避難すると言ってもどこに行ったらいいんだろう、そうすると、いやこの集落でみんなでまとまって避難するにはあそこの土地が土地しかない、地主に俺が話しに行こう、話しに行ったらなるほどそうだ、俺たちの集落がバラバラにならないためには当分の間俺がただであの土地を貸してやるからみんなそこに住んで頑張ろうと、こういうような自然発生的なリーダーシップ、頭の中で本で読んだ学者が議論したっていうだけではない、それぞれの地域のやっぱり実情に根ざしたリーダーシップがたくさんある。日本人はそういうとこは本当にすごいです。だから最後は日本のこの再建再興、これは先ほど石橋さんも言われたように自分だけ良ければいいわけじゃない、そうしてやっぱり自分のことは自分でやっていこうという日本人の気持ちを最大限に引き出さなきゃなりません。先ほどの子ども手当だって社会が育てるということで、お金持ちにもあるいは懐具合の寂しい人にもみんな一律に国がお金を届けるなんて、そんなことでいいのかという我々は主張をしてきました。やっぱりそれは頑張れる人は子供は自分でまずしっかり育てていく、子供は家庭で育てるもんだ、そうしてそれではなかなかできない方にはやはり政治がバックアップをしていく、こういう順序を踏まないからおかしなことになってしまう。私どもは自民党だったらどうするって言われた時にも世界中のことを言い出しますということはたくさんあります。しかし根本はやっぱり頑張れる人たちに頑張ってもらう、そうしてなかなかやっぱりそうはいかない、いろいろな社会の事情でうまくいかない方もおられます。そこには政治がしっかりバックアップをしていく、こういうことで組み立てていく以外にはないんだと私は思っております。自民党はこういうことで新しい政策をどんどん打ち出していきたい、このように思っております。そして最後に一つ申し上げたいことがあるんです。こうやってですね、あのマニフェストを改めるようなことで与野党一緒になって協議をしました。そうすると気の早い人はですね、すぐ大連立を組むのなんて質問するんです。だけど大連立というのは、今選挙は衆議院の選挙小選挙区ですよね。小選挙区だというところは大概なところで自民党と民主党が戦ってるんです。だから政治の基本は自民党と民主党が政策でどう違うかというところで政治の枠組みが決まってるんですね。だからその自民党と民主党が大連立を組んでしまう、復旧復興では確かにあんまり違いがありません。だからここではこの限りで見れば協力できることは山ほどございます。ほとんどが協力できると言っていい。だけど沖縄の普天間の基地はどうするんだと、最近でこそ言ってることは我々の言ってることとだいぶ近づいてきましたけれども、その根底にある発想とか日米安全保障をどう考えるかというところは、これは大きく違うんです。そういうところまで含んで全部一緒にやれるというのはそもそも無理がある。だから小選挙区の下では大連立というのは例外中の例外だと考えなければなりません。だから私どもの基本も復旧復興に対しては協力をしていく、だけどそれは野党の分を守って、要するに閣外で復旧復興についてはきちっと協力をしていくんだ、だけど外交政策やその他の政策で考え方が違うところがあるから、それは全部是々非々ていくのが基本だと私はこのように思っております。ただ私どもも一体民主党の次の代表がどなたにおなりになるのか、どういう政策を掲げてこられるのか、またその方がどういう政治手法で臨もうとされているのか、これはよく注視していかなければならないと思っております。どなたが次の代表になり、そうして総理になるかによって
それはやっぱり信頼関係のあり方というのも違ってくると思います。協力の度合いというのも違ってくると思います。私どもは基本は先ほど申し上げたようなことですが、やっぱりそういうこともよく見ていかなければならないなと思っております。そしてこういう中で民主党が2年前の選挙で国民との契約だと言われたマニフェストの主要部分、これについては白旗を挙げられた。本来から言えばこれは国民との契約ということだったんだから、もう契約が実行できないということになれば、もう1回解散して信を問うというのが私は正しい道だと思います。しかし今のこの震災地の復旧復興の状況を考えると、じゃあ今日すぐ解散しなさいっていうわけにはなかなかいかない。だから準備が整ったらできるだけ早い機会に解散すべきだと私どもは主張しているわけです。そして私どもはもしそうやって彼らが考えてきた政策、もう白旗を掲げてしまった、そうして新しい政策も推し進めていく自分たちは力もないし気力もないということであれば、憲政の常道に従って野党第一党に政権を譲り渡すべきだと、このようなことも主張していかなければならない時が来ると思っております。私どもそのために全力を挙げて頑張ります。どうぞよろしくお願いを申し上げ、そして酷暑が続いております。どうぞ熱中症と十分注意をされて頑張っていただきますように心からお願いを申し上げまして、私の話を終わらせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。谷垣貞一自民党総裁よりお訴えを聞いていただきました。